はい、それでは、始めていきます。ちょっと中途半端なとこなんだけどね、もう全然記憶がなくてさ、ずーっとやっててさ、なんだ、もうなんかこっからですね、こっからっていうかもうなんかわかんない、もう途中からでもいいじゃん、たまにはね。ずーっと電源つけっぱなしにしてたんだよ。まずね、今日はまずね、分かったことがね、まずは何だったかな、ね、蛇の印は最後 ないといけないんでしょ。で、そう、あれがないと最後クリアできないっていうのと、で、あとはなんだろうね、忘れたけど、溶岩がどっちかがどっちかなんだよ。火があれかな、あ、そのなんか書いてる書いてる、どこちょっと見るわ。これだな、これのね、どっか書いてたよ、印っていうとこだ。あ、ほらほら、書いてる書いてる。王の印、今ちょっともうレベル6とかもいるんだけど、王様がね、要するにレベル6以上にしてくれないの、王の印があったら、レベル6以上にしてくれる、普通通りにレベル上げてくれるっていうことね。でもレベル上げたら敵が強くなるからいいことないんだよな。だから敵が強くなる前にまず自分のね、強さをある程度強くしないと、しんどいっていうことでね。火の印が溶岩から身を守ると。で、力の印はバリアから身を守ると。この印を持たずにバリアに入ると死ぬ。溶岩は50でいけるんだよね。蛇の印も書いてるじゃん。銀の角笛が効果を発揮するようになる。へえ、あれがな、この印がなかったら、効果ないんだ。ということですね。で、あと何だったかな、あと何だったかね。船はね、レベル5になったらもう出てきてますけどね。船は、海賊船を盗むらしい。敵キャラ、船の敵を倒して盗むらしいですね。で、あと、ちょっと魔法をね、言っておきますね、最初から。これはありがたい。で、どれをどこまで取るかっていうのも大体今決めたんでね、まずいきます、法力からいきます。クーン、これ消費 MP0 で、これ騎士も使えるんだよね。消費 MP0 だから最初使えないかと思ったら、ね、やっぱり適性があるから騎士クーンだけ最初使えますね。要はスケルトングールを証明させるアンデッドね。一度失敗すると2回目以降は、成功しないで、これ大事でね。ウネムが消費 MP5 で罠を外す、失敗もあるが、罠を動作させる、ことはないと、罠を外す、失敗することもあるが罠を作動させることはない、失敗っていうのはよくわからないね。アーリーが、消費 MP0 で味方1人の HP を40前後回復する。ミーが HP が、MP か MP15 でろうそくの代わりに明かりをつけるが時間は短い、要するにろうそくのちょっと時間の短いバージョンだよね。で、ウーダが消費 MP が20のダンジョンの1回に移動すると、移動先はランダムで、ヨーダがMP25 でダンジョンの1回下に移動する、移動する座標はランダムということね。で、ヨーダが、ダンジョン内の同じ階の他の場所に移動する、移動する座標はランダムって、ダンジョン内のどっか他に、ね、ランダムで移動するっていうことだよね。他の階だね。あることを35で、これが騎士が最後限界まで、レベル上げたらあること MP35 まで使えるっていうことですよね。味方は1人の毒を消すっていうこと、まあ、いらないけどね。で、セクイ島の MP40
大体ここら辺からもうあれだな、シスターしか無理なんじゃない、50以降か、セクイト40でダンジョンから、地上へ脱出する、これが欲しいんだよ今ね。洞窟ダンジョン行けないじゃん。でホミーが、商品 UB45 でロウソクの代わりに明かりをつける。時間はロウソクと同じ、ロウソクと同じことだよね。で、アリナミっていうのは、商品 UB50 で1ポイントを150回復。まあベホイミってとこですか。で BA だ、商品 MP55 のジプシーの弾と同じということですね。スクーン、MP60 敵一体に強力な攻撃、どの敵も一撃倒すことで、ここまで欲しいんだよね。ここまで今何分、わあ5分だ。もうちょっと我慢して、これ大事なとこだから。ここまでないとシスターっていうのはドラクエと違ってさ、やっぱりお金もね個人で分かれてるし、で自分で倒していかないとレベルが上がんないんでね。だからシスターもなんかそういう攻撃に参加できないからね。だからここら辺まで欲しいわけです、スプーンまで。でないとレベル上がんないんで、ね、でサラマンド、死んだ仲間を生き返らす、失敗することもあるっていうことですね。まあまあなんだザオラルか、S くんが複数的にスクーンの効果、これが欲しいんだよね。複数の敵を倒す、ここスクーン、 S くんぐらいが欲しいんだよね。でリンカ、灰になった仲間を生き返らせるっていう、灰になるっていうことはね、復活させようとして病院 で失敗した灰になるっていうことですよね。じゃあもうリンカしか無理っていうことですよね。はい、次、魔力だよね。黒魔法、クンテが、オークゴブリン、要するに最初の雑魚敵のが4種類いるんだけど、ネズミ色の敵の雑魚敵が4種類いて、その2種類2種類に分かれて、でどっちか効くっていうことだよね。そのうちのオークゴブリンを消滅させる、一度失敗すると2回目以降は失敗しないということですね。メドラ消費 MP5、敵一体に対して火の弾を飛ばしてダメージを与える、ダメージは30前後。まあまあまあ魔法使いのね、一番よく使うやつだね。でラーっていうのが小 MP10 のロウソクの代わりに明かりをつける、時間はロウソクより短いということ。シーラー、MP15 ダンジョンの1回下に移動するっていうね、座標はランダムで。でウーラー小 MP っていうのはダンジョンの1回上に移動する座標はランダムでね。メドラスっていうのが、敵一体にして火の弾を飛ばしてダメージを与える、ダメージ80前後っていうことで、まあメラミってどこかですか。でカルーロが、商品 30、地上で他の場所へ、まあランダムアップだな、ゴーメドラ、商品 35、敵一体に対して火の弾を飛ばしてダメージを与える、ダメージは200前後ってめちゃくちゃ強いよね。でメラ、ロウソクの代わりに明かりをつける、時間はロウソクと同じ、要はロウソクの魔法が、白魔法も黒魔法もあるっていうことですね。あとダンジョンの上下も両方いけるっていうことですよね。で、アシュラムっていうのが、唱えた後残りの MP で法力魔法が使えるっていう、なんか知らないけど、何これ、なんだこれ、意味わかんないよね。ダクンテが小 MP50 の敵複数に100前後のダメージを与える、あーこれいいねー、こういうのだから黒魔術師は最後にしないとさ、こんなやつ育てたらもうめちゃくちゃ強くなるじゃん。トドメラが MP55、 敵一体に強力な攻撃、どの敵も一撃倒すことができる、あだからもうダメージないのかな。アルテラが20ターンの間パーティー以外の時間を止める、どんだけだ。ダックメンテもうここら辺は魔術師しか使えないからね。初 MP65 の複数的に200前後で、ダッキーに消費 MP70、 全ての敵に残り HP を5にする。ここら辺ないとね、最後の方の敵って無理らしいよって書いてた。ナムソキアっていうのは複数的にトドメラの効果、複数の敵を倒す。トドメラっていうのは何、敵一体に強力な攻撃、どの敵も一撃倒すことができる。あーだから分かった、トドメラがザキで、ナムソキアはザラキだ、っていう感じですね。以上。やっていくか。何分だ？あらもう9分。まあ見る人は見ない、見るし、見ない人は見ないしね。これ、なんだろう。
あれがわかんないんだけど。あー、雑魚じゃん。これね、どういう点かな。で、こうシスターがね、もう最初これ聞いたらいいんだけど、あ、聞いた。これって 30% 以下しか聞かないからさ、最初これでレベル上げるしかないんだよな。あー、これダブっちゃったか。ステータスどうしようかな。ちょっと待ってよ、入ろう。もうレベル上げちゃいますね。だってもうレベル6のやつ以外、6っていうか6まで上がらなきゃ5のやついるんで、もう意味ないんで、レベルを上げていきます。あー、やばい、フード85だって。ちなみにその魔術師っていうのちょっと強すぎたんで、だからもうどんどん上がる。やっぱり今 MP 何も持たせてないけど、強い魔法を唱えさせたらもうどん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 上がっちゃうからね。だから最初も弱くていいんだよ、今でも強いのに。偶然ね。あ、偶然じゃないや。最初からのキャラクターが魔術師だけなんで、今はダミーキャラ使ってます。見せようか。ダミーキャラ。ダミーキャラでも400になっちゃったけど、もうね。死んじゃうけど。死んじゃうっていうか消しちゃうけど。どうしよう。83でしょ。もうだから、どうしよう。これぐらいでいくか。で、一応。あー、分けちゃダメなのか。今分けたら消すキャラクターも、あ、でもそんなかわいそうだよな。なんか使い捨て俺大嫌いなんだよ。最後ぐらい、まあ、分け与えようぜ。フード83ね。で、食料は分け与えた。いや、これでまあまあそれなりになって全然なってねえ。やべえ。で、おお、やべえ。やべえっていうか別に戦ってもいいんだけど。状態はグッドか。全部グッドだね。はいはい。一応もうセーブで、全部。え、誰が上がるの？まあ、全員ちょっと話しかけるわ。ああ、もう600いっちゃってんだ。こいつもレベルが6じゃん。そう、だってそうやで。100ポイントでレベル2か。あ、ほんじゃもうレベル7じゃん。あー、ダメだ。もう確かレベル上げますね。もうだからそれで強くなってあれしてもしょうがないんで。あー、でもどうしようかな。え？ HP 上げちゃうの？で、敵強くなるんだよ。敵強くなったら困るんでしょ？あー。でも一緒なんだよな。魔術師入れたら敵強くなるしな。まあやめとくわ。ちょっと魔術師入れたらどうなるかわかんないけど。こいつも消したらいいんだよな。ゴールドもないし。はい。確かね、ちょっとステータス見させて。ナイフは投げるみたいなんだ。あ、ほら。なくなってるでしょ。なんか、泣けるらしい。だから1回しか攻撃が効かない。で、これでセーブしてリセット。はもう14分だ。まあ、しょうがないよね。もうロールプレイングだから。ロールプレイングだから、もうそれ何言われてもしょうがない。これ取れてるのか？あ、取れてるね。よかった。独り言言ってるのかと思った。こうやって、で、まあ、編成変えて、これも消そうか。これも消そう。あ、いやいや、まあ、やめやめよう。無駄に消すのはやめよう。で、パーティー編成をこうしたらいいんじゃないの？あ。で、で、これでいきなりスタートでしょ？ね。
とあれだな。ほんで、あーもう抜かしちゃったんだ544って。結構みんなもう500超えてるじゃん。マジかよ。でもレベルは誰だったっけ、あの魔術師以外5じゃないでしょ。あと4にしてるんだね。MP も回復しとかないと。要はレベル5になったら船取れるからね。で、今日は何するかっていうと、一応もう、あ、出てこないな。一応もうね、レベル5で出てくるか、一人レベル5いるからね。船取って、どうしようかな。そうだな、船取ってさっき、アンブロシアだな。で、その、ルーラ石が欲しいんだよね。なんか、もう分かりやすくルーラ石って言うけど。これも買っといたらいいんだよね。今、コマンドが、馬隊列までしかないんだよね。あと2つつけるんだよ。送り戻っていう増収と、あと祈るっていうのもね。うん、これちょっと見とこう。まあ見とこうか。こう馬隊列までしかないでしょ。これまた見返せるんだよね、動画あったら。まあ見返さなきゃ俺は1回も、まあ、もう17分だ。でこれを繰り返します。ああでも倒してもいいんだけどな。これを繰り返します。うわ強っ、やばいな。あれなんか羽生えたのとかダメだよ、あれ。うっ、一撃で死んじゃうよ。ああ、こういうのもね、例えば、こうでしょ。で、これも、これ聞いたら、ほら。だから最初これ知ってる知らないが大きいんだよね。消費 MP0 だし。だからこのチートっていうか、こういうのを、ね、知らないと、結構きつい。でこれでまた魔術師がめちゃくちゃね、魔術師これでさレベル上がるわけよ。だからもうさ、魔術師は最後に上げてもいいんじゃないかなって思ってる。これ出てくるからね、船も出てくるから。ここで出てきたもん、これ見たもん。うう、特にあの白い羽生えたやつがやばい。出てこないかな。ああでもこれさっき聞いたからいいけど、あ、ほら来ちゃった。でほらシスターが弱いでしょこれ。だからシスターをとりあえず戦えるようになるまで。でないとさ、お荷物じゃんこれ。お荷物なんだよ。3人で戦ってるもんね。だからレベル上げるの大変なんだよ本当に。ちょっと将棋的なとこはあるけどな。まあ、ちょっとやってて面白くないね。でちょっとテンポが遅い。これちょっとどうしようかな。防御だな。この1戦と1戦闘が長いのよ。
これ敵が強かったら倒せなくなるだけだからね。経験値大して増えない。ほらこれもなんかコンボが最強だったっけ。どうしようもねえよな。使える呪文っていうのは消費 MP さえあれば使えるっていう、分かりやすいよね。それはそれは本当分かりやすい。 MP さえあったらだ使えるっていうのね。これがこういうことをねずっとやってるの。ほらもうだから1セント2セントやったら終わってしまうでしょね。これをずっとさ、トイレ我慢しててやってたんだよ。もし、もうね、おしっこ漏れるんじゃないかっていうぐらいもやったよ、ほんと。ほんとに。だから熟睡したんだよな。300か。いやー、でも。こういうのしてるんじゃないんだよな。あ、出ないのか。あ、やっぱダメだ。ここであれしないといけないんだ。あ、ちょっと一回セーブさせて。俺、死んだことあるんだけど。もうちょっとやろう。もうちょっと。船乗るまでやろうぜ。あ、いっか。今日船乗らないの、ひょっとして。いや。船乗らないってさ。それ進展ないじゃん。ここでセーブしといたらさ、また戻れるでしょ。あ、間違えた。どうやったかな。あれどうだったかな。こうだ。あ、160。まあいいんじゃない。いや、ちょっと長いけどさ。だからもう戦闘とかもしょうがないんだって、これ。1、2戦しただけでこんなんだよ。なんもやってないよね、今日。何やった、今日。で、こんなんで時間がどんどん増えるんだよね。今セーブしたから。あ、でもちょっと、ね、だいぶ寝たからやっぱり頭すっきりしてて、頭回ってるわ。これもう魔術師が、あー、いるじゃん。これ。これよ。これ。これよ。もういっちゃいっちゃい。これこれのこと言ってるのよ。確かに強いよ。あ、強いってこんなもん。もう強いうちに入らないでしょ。出しょって人に言われる前に突っ込んで。あー、12しか食らわないじゃん。あと一撃あれだと思う。最後もうシスターに倒させてあげよう。倒せ。ああ、マイキー、こうシスターにね倒せるときは倒してあげないと。こもうだってさ、倒せるチャンスってほんとないからね。で、これで、おら盗めた。で、これデスガルチもいけるんだよね。危ない。やべえ、もうこれでいっちゃうよ。あ、ちょっと待って、セーブしようか。あ、いや。これね、なんかほら、変な風になってるじゃん。これほら、行きにくいとか。これなんか、風向き、ほら。N とか、風向きで、そうなるんだって。
やったー、船ゲット。やった船ゲット。一応これでセーブして終わります。食料は、食料結構減った。出てこいよ。552か。まあまあ、でももう400ぐらい壊してるからね、いいんじゃない。いやいや、でもまあまあ次でやったらいいんじゃない。次でね。で、セーブデパートで。これはもうね、消えないんだよ、一回船釣ったら。じゃあ、次回に続きまーす。